同族か。面倒は避けろよ。市場のベレサの店に寄ってくれ。いいものがあるからさ。カルロッタ、ここの果物とよく来たな、我が仲間よ。取れたてのを毎日農場から仕入れているのよ、ナゼム。何が必要なんだ、銀融詩人。ちょっとステーキはほっぺたが落ちるほどうまいよ。よりすぐりの最高級肉を見てってくれ。ご両親はあんたを誇りに思うだろう。こんなに立派なんだから。あなたのご主人の権利は喜んで取引してくれるはず。友地区には頻繁に行くのか。バカな質問だったな。もちろん行かないに決まった。行ける理由なんかないよ。かわいいアクセサリーはいかが。最高級の肉だよ。できたばかりだ。ソルダだって。どうしていいじゃん。食材を買いに来たのよ。なぜあなたが指揮をするよ。今日奴らはタロスの信仰を奪った。しかし明日はどうだ。その時はメルフにあなたの家仕事を奪わせるか。子供たちはあなたの命は。そして帝国は何をしているか。何もしていない。いや、何もしていないよりもひどい。帝国の手下はサルモールの意志に従っている。自身の国民に反して。立ち上がれ、立ち上がれ帝国の子らよ。立ち上がれストームクロークよ。人間でもあり神でもある無敵のタロスの言葉を受け止めよ。腐敗の中でもだえ苦しむウジ虫に過ぎない。何なんだドラゴン。あなたは上妙のものから消化し今は星の間。どうしたの。強いノルドの女を見るのは耐えられない？何か用か？